誰もが知っている名曲「天体観測」を機に大ブレイク。最近では人気アニメ「スパイファミリー」のオープニングテーマなどを手掛けているバンプオブチキンの藤原元さんですが、どのようにして人気を勝ち取り、あそこまで上り詰め、どのような挫折や苦悩があったのかご紹介します。まずはなぜ藤原さんがミュージシャンを目指すようになったのか。きっかけは4歳の頃から通っていたピアノ教室が影響していると思われます。それがきっかけで小学生の中学年頃になると自分で楽曲を作っていたという伝説も残していて、そして小学6年生に3000円のアコースティックギターを初めて買い、日々練習に明け暮れていたそうです。そして中学生になり幼馴染の5人でハゲバンドを結成し、文化祭でライブを決行しました。とある事情で1人抜けてしまいますが、これが後のバンプオブチキンとなります。高校生になり日の出学園高等学校に進学しますが、周りの雰囲気になじめず高校1年生で中退。そこからはバイトをし家に5万円を入れることになりますが、家に5万払うくらいなら5万円のアパートに住んだ方がいいと、たったの16歳で上京します。ですがすぐには住む家が見つからず、知人の家を転々としたり、公園で野宿をしながら新宿で演奏し日銭を稼いだりと苦しい日々を送ります。この頃にあの名曲ガラスのブルースを作曲していて、この時の苦い経験が歌詞につながってくるんですね。そうした苦しい生活を続けながらも演奏し続け、徐々に力をつけていき、3枚目のシングル「天体観測」でオリコンチャートトップ3にランクインし人気を獲得していきました。藤原さん、子供の頃からずっと音楽のことを考えて過ごし、今や人気アニメの「スパイファミリー」には「スーヴニール」や「ポケットモンスター」には「アカシア」、ドラマでは「グッドワイフ」の主題歌「オーロラ」を手掛けていてすごいですよね。僕は最近の「スーヴニール」も好きなんですけど、やっぱり「車輪の歌」が一番好きです。皆さんのおすすめの曲は何ですか？よかったらコメントしてください。藤原元さんのことがより好きになった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ここからは藤原元さんがどのような人物なのかより詳しく紹介していきます。藤原元さんの嫁はあの有名人。藤原元さん2020年に一般女性と結婚を発表しましたが、週刊誌によってその女性が芸能界を引退した元モーニング娘。の亀井絵里さんだったのです。知り合ったのは2011年頃で、藤原さんが肺気胸という病気になった際、入院や手術と大変だったところを近くで支えてくれたんだそうです。そして5年間の交際期間を経て結婚に至りました。正直こんなに可愛いお嫁さん羨ましい。あの長い前髪には理由があった。藤原さん、やたらと前髪が長いですよね。実はこれには理由があったんです。調べてみると、幼少期から目が悪く、よく見ようと目をすぼめた時、父親に目つきが悪い、睨んでいるみたいだからやめろと指摘され、そこから目がコンプレックスになり前髪で隠すようになったそうです。今やそれがトレンドマーク的なところもあるので、藤原さんが割り切ってれば嬉しいですね。実はホモ。藤原さん、とあるラジオ番組で女性関係の質問を受けた際に、女の人に目が行くよりもどちらかといえば男の方に魅力を感じつつありますと発言しています。それに同じメンバーでギターの増川博明さんと仲が良すぎて、ホモハラとホモカワなんて呼ばれていた時期もあったらしいです。ですが今では女性と結婚しているのでバイなんですかね。これって僕にもワンチャンあるんですかね。藤原元の不祥事。藤原元さん、これまでどれだけの不祥事をしたのかなと調べてみましたが、何かをやらかした記事が一つも見つかりませんでした。僕の記憶にも何かやらかして炎上したなんて聞いたことないですし、こんだけ長い期間表舞台に立っているのに何もなかったのでしょうか。ということで今回は優しい歌声が特徴的な藤原元さんをご紹介しました。いろいろなアーティストの方のエピソードを紹介していきますので、いろんなアーティストが好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。